おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ530です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回ご紹介したのがこちら SIC の仮面ライダーオーズタトワコンボですね。ということで、今回はまあこのオーズシリーズですねをまたご紹介します。ということで、まずオーズドライバー、そしてメダルを装填しまして、はいはい、ということで、こちらですね。はい、ということで今回ご紹介するのは、はい、こちらです。 SIC 仮面ライダーオーズガタ切り場コンボ、はい、魂ウェブ商店ですね。ということで、こちら魂ウェブ商店での、受注限定となっております。まあ、2つ目にご紹介するのが、まあ、いきなりの魂ウェブ商店という感じです。一応こちらですね、一度開けております。一応、まあ、箱としてはこう長いやつですね。で、こちら普通に輸送箱となってます。ではまずこちらから開けていきたいと思います。レッツオープン。はい、まず輸送箱から出したのがこの状態です。タトバコンボですね。タトバコンボの時は普通にウィンドウパッケージってやつで、普通に透明のフィルムが貼ってあって、まあ中にこんな感じで収まってますよっていうのがあったんですけど、こちらの魂ウェブ商店のこの辺のやつは完全に普通の箱ですね。側面、あと裏、あとさらに反対側で、あとトップ、これ仮面ライダーオーズガタ切り場コンボ、そして底ですねとなっております。で、特にね、こんな感じのパーツが入ってますよっていうのはなく、もうこれもね、通常じゃないんでね、足がもう能力解放形態になってるんで、まあ、まともな、なんていうんですかね、特に何もやってないよっていうのはパッケージのこれしかないよっていう感じですね。それが一応なんか完全なやつと、手のみ足のみ両方みたいな、こういう風にできるよという感じのが載っております。ということで、またですね、こちらの方から開けていきたいと思います。レッツオープン。はい、さらに箱から出したのがこの状態となります。まあ、これがガタ切り場コンボで、能力解放時の腕ですねと足、ちなみにこの足はですね、こちらのタトバコンボで紹介した時の足とまるっきり確か同じものが付属しているはずです。ただ塗装がほんのちょっと違うとかね、それぐらいの違いしかないみたいですね。で、あとここに3つ収まっているのがセルメダル、一応クワガタカマキリバッタのセルメダルだったはずです。はい、それとここに交換の手首パーツと、ここですね、これがちょっとね関係してくるんですけど、これクリア状態のここの中央についているオーラングサークルのパーツです。これがクリアです。これもともとついたやつね。で、これを見ていただくと分かるんですけど、タトバコンボのやつでクリアなんですよね。で、こっち塗装版なんですけど、要は、こちらの腕ですね、腕の周りの部分とこのクリアのやつを組み合わせて、さらに、まあ、今回で言うとタトバの鷹の部分ですねと、足はねバッタだから一緒なんですけど、その辺を組み合わせてあげると鷹、カマキリ、バッタとか、その逆、こっちにクワガタ、トラ、バッタみたいなね、そういうような組み合わせを再現するために使用するパーツですね。こういうのがちゃんと専用で入ってます。なので、これがあるということは組み替えが、できるよって書いてあるんですけど、説明書ですね、一応こういう感じ半分に置いてありますけど、説明書があって、裏は特に何もないんですけど、書いてあるのがパーツリストと、オースキャナーですねの持たせ方、あとメダルですね、メダル、セルメダルでもいいですし、コアメダルを持たせる方法とか、あと腕と足の交換、あとオーラングサークルのパーツがこうやってワンセットのものから単独のものにできるとかね、ベルトのコアメダルの外し方みたいなしか書いてないんで、他の商品ですね、他の商品との組み合わせができますよというのは特には書いてないんですけど、まあこんなパーツついてるってことはできるよねっていうね、ものだと思います。ということで、またこちらからすべて出して並べたいと思います。はい、パーツ並べたのがこの状態となります。
カマキリアームとバッタレックですね。あと公開の手首石と、オーラングサークルの中央パーツ、これクリアのやつですね、と、ガダキリバコンボとなっております。で、ですね、ここの2つはね、この2つはこうやって丸くはないですけどね、こうやって穴開いてるやつですね、手首で。今回のやつってオースキャナーぐらいしか持てないんですよ。まあ手持ちの武器がないんでオースキャナーしかないんですけど、まあそこの部分はタトバコンボの方からメタジャリバーですねを持ってくればこの手に持たせることができるという感じです。まあ左右一緒ですね。でこの足、これがバッタレック、これはね可動範囲とかねその辺は基本的に一緒なので、まあ塗装がちょっと違うかなっていう感じかもしれないですね。まあほとんど一緒だと思います。まあ一番の特徴はこの手ですよね、このカマキリの腕ですよね。はい、これも後でご紹介します。ということでとりあえずこの辺ザザザザザザって避けちゃいまして、まずこちらですね、ガタキリバのコンボ、こちらの方をまずぐるり回します。はい、こんな感じで、まあ見ていただいたらすぐ分かるんですけど、こちらがガタキリバの方のまあコンボができてるやつで、こちらがタトバですね。これを見ていただくと分かるんですけど、足ね、太ももの部分は、まるっきり同じって言ってもいいと思うんでね、素材がちょっと違うかなって感じでちょっと色味が少し違うんですけど、膝から下の部分が造形自体は基本的にまるっきり一緒に近いんですけど、こちらはなんていうの、このバッタレックの塗装に合わせたような感じで、なんていうのね、普通に緑っぽいって感じ、黄緑みたいな感じで塗られてる感じなんですけど、こっちのガタキリバは逆にここのラインですね、太もものラインに合わせたような感じでメタリックグリーンになってますね。これね違いますよね。で頭部のやつも、まあ、メタリックグリーンで、あとまあこの辺は、まあ、メタリック入ってますけど黄緑系ですよねっていうぐらい、これ足の色がこうやってね、頭部からつま先までのこのね統一感がしっかり出てる感じですね。メタリックになってたり、まあ、背中の方もこれクリアのこのラインが入ってるんでそれに合わせてるとかねいう感じだと思います。まあこっちはこっちで単独って感じなんですけどね。なのでもしパーツの組み替えやった際にあれどっちの足だったっけなっていうのは多分分からなくならないっていう感じだね。ちゃんと違うんで、色合いが全く違うんで、まあ、混じることはないよという感じだと思います。はい、まあ、あと中央部分ですね、この中央部分のオーラングサークルのここの部分がはっきり言っちゃうとタトバの方ってクリアパーツ成形のそのままなんで、ちょっとね造形が、まあ、はっきり見えない部分なんですけど、やっぱこうやってねワンパーツでしっかり塗装されていると、クワガタ、カマキリ、バッタの順番がよく分かりやすい。こっち逆に色で判断する感じですね。タカ、トラ、バッタっていうのは赤、黄、緑みたいなね、それぐらいちょっと微妙に違いがあると。あと、まあ、こうやって見比べるとコンボに合わせたメダルがちゃんとここに収まってるんで赤、黄、緑、こっちは全てコンボ用になってるんで緑というふうにしっかり分かるようになってるという感じですね。はい、でちなみに可動範囲はね基本的に、まあ、足はいいよね、足は別にご紹介しなくてもそのまんまなんで、色合いがこっちの方に統一されたっていう色合いだけなんで、基本的な可動範囲、腰のひねりとかこのドライバー動くよとかね、このオースキャナーが動くよとか、ここにセルメダル収まるよとか、そういうのは変わんないです。ただ頭部とかねこの辺が変わってるんで、この辺をご紹介していきたいと思います。まず頭部ですね、左右これね根元でちょっとくっついてるんでね、はい、こんな感じで、上、これ上です。若干首を前にしてもあんまり上向けないね、こんな感じ。あと下は結構いいね、うん、クワガタ系ですね、ガタックご紹介してるんですけど、ガタックと違ってここは開いたりしないんで安定性はすごいですね、うん、かっこいいね、顔すんげえかっこいいですね。はい、次、あ、でクワガタに合わせてるんで、クワガタヘッドなんで ここの周りね、ここの周りもちゃんとしっかり異なってますね。タトバの時はここに羽っぽいような感じになってるんですけど、しっかりしたね
クワガタに合わせてこうちょっとゴツゴツした感じかな、うん、そんな感じになってます。でちなみに肩もまあ当たり前のように異なってて、このクリアのラインが入ってるんでね、こっから伸びてるラインですね、これも綺麗に入ってますね。後ろから回ってきてちゃんとこうやって返ってくるっていうね、しっかりなってますね。で可動としては基本的にこのグリグリで動くのと、今腕がこうついてるんですね。これパッケージから出すとこうなってて、まあここのブレードの関係でこうなってるんですけど、腕の可動としてはこうですね。なのでこの根元、この根元の部分でこうやって回してあげると、こうしてあげるとここでこうやって曲がるんですよね。だから下のこの、ここもライン入ってますから、このラインが正面に見えつつ腕をこっち側に曲げるってことはできないんで、これも同じく根元から曲げてあげるっていう、そういう感じですね。だどうしても常にこう曲がる関節をこっち正面向いてる状態でこうやって持つと、どうしてもね肘後ろ側にこのブレードが行っちゃうんで、どうしても側面にやりたいときはもう根元の方からねこうやってロールさせてこうやって構えるしかないっていう感じですね。はい。でこれも、腕の交換ギミックが入ってるんで、ここの部分で多少の遊びがこうやってあると。だからちょっとねこうしてあげることも多少はできるみたいね。ただこれで、無理に稼働させちゃうと多分ね、これをちょっと引っこ抜いてあげると分かるんですけど、ここの根元とかここの関節ですね、こちらの方に負荷がかかって逆にこうやってね折れちゃう可能性があるんで、曲げる際にはこういう状態だね。で外にブレードを向けるときはこういう状態、腕の関節としてはここで曲がる、こういう可動になるようにするしかないよねっていう感じだと思います。はい。一応ね可動範囲としてはこんな感じです。あと手首も同じです。手首もここにジョイントがここに入ってるんで、ここで調整してあげると外向き中向きとかね、それもできます。でタトバの時に比べてここの袖口っていうかね、ここの部分がちょっと広いんで、結構ね思っているよりも動かすことができます。それと先ほどちょっと動かしちゃいましたけど、このブレードがこうやってね置きます。まあ、最大ここだね、最大これです。もっと前の方にっていうのはできないんで、こういう状態で、まあ構えるって感じかな、こういう形ですね。で一応内側の方にも溝が入ってるんで、これでしっかり収めることができると。でこの状態で左右にブレることがないっていうね、しっかりここのところでホールドされるんで、結構いい感じに構えたりすることができると。はい、一応こんな感じとなっております。で、あと異なる点としてはやっぱり先ほどのカマキリアームとバッタレック、そちらの方の能力解放状態ですね。はい。まあ、一応こんな感じで全て緑に統一されているんで、非常にいい感じだと思います。はい、どうでしょうかね。これ結構いいんじゃないですかね、かっこいい。これ2号ライダーみたいな感じでもいいと思いますけどね。はい。ではですね、パーツの方をつけていくんですけど、足の方の交換は基本的に、前回のタトバコンボの時と一緒なので、こちらの足だけサッと取っ替えたいと思います。はい、足取っ替えました。まあ当たり前ですけど立ちますよね。でここでちょっと違和感が出るのが、前回というかね、さっきまでは全部メタリックで統一されてたのが、突然こっから下がすごく虫っぽくなるというかね、この辺の色合いがねちょっと気になるかなっていうね。それだったら全部これもメタリックにしてくれたらよかったんだけどなっていう感じがするんですけど、まあいいかなっていう。ただ、その足のこのバッタレックの方だけタトバコンボと多分基本的にほとんど一緒なはずなので、混じったらねどっちがどっちか分かんなくなる可能性ありますね。この通常の時のこの足はいいんですけど、こっちになったらちょっとねどうなるか分かんないっていうね、そういう感じになっちゃうと思います。はい。であと腕の方は、まあ、根元の方からこうやって取りまして、ここにはいカマキリアームをこうつけてあげると、こういう感じです。でちなみにこっちの手の方は平手オンリーですね。であとここも同じくここに可動軸入ってるんで、同じような形で動かすことができます。はい。これが能力解放時の、カマキリの手ですね。でこっちの腕は通常と、だから非常になんかアレンジが効いてるっていうかね、全く異なってる感じですね。
これぐらいしかなかったやつか、ここ一気にブレード。だどっちかっていうとね、なんだろうね、ファイティングポーズ的にはなんかこんな感じになったりするのかな。はい、カマキリさがより出るよね。カマキリとこうですからね、こんな感じ。なので反対の手ですね、こっちの方も同じく根元から引っこ抜いて、同じくこっちも刺すと。はい、まあこんな感じで構えることができるって感じですね。うん、すごくいいんじゃないでしょうか。ただこれも気になるのは、先ほどまでメタリックだったこの腕ですねと変わって、まあ、逆に今度足側に統一した感じかな、腕が。で、一応こんな感じで、まあ、取り付けて構えることができると。で、一応足は爪3本でバランスを持って、まあ、いいと思うんですけど、これもね、前回のタトバコンボの時言ったんですけど、逆関節なんで、こっち側に荷重がかかるようにしないと、こっち側にばっかり重心がいっちゃうんで、一応こうやって立ってはいるけどね、結構不安定なんでね、ちょんと触った時のもね、すぐいっちゃうぐらい。だからちょっと腰落としつつ、後ろに多少重心かかるようにすると。どうしても前傾ですね。前傾側に構えたい時は、魂ステージとかね、なんかでこうやって後ろからアームでやってあげた方がいいと思う。だ特にあの腰の方のパーツを外して、ここに直接、魂ステージ刺すよとか、そういうようなギミックは特にないので、まあ、いつもの通りクリップで腰で挟んであげるという感じで、できると思います。で、さらに、こちらの方を上半身ね、ここのジョイントから引っこ抜いてとか、頭部とか、腰ですね、を引っこ抜いて、中央のメタル、ここのね、オーラングサークルのところを、ここをカマキリのクリアですね、これのクリアにして、あとこことここを別なコンボから持ってくれば、腕がカマキリになったやつかね。逆に今度他のコンボ、ね、タトバだったらトラのところにトラのこれをつけといて、あと下半身をこちらの方のガタキリのこれの下の部分と上の部分をつけてあげて移植してあげると、今度頭部と足が、カマキリバッタで腕がトラっていうね、そういうな足コンボを組むことができると。ただしその際に、注意しなきゃいけないのが、組み替えた際に、まあ、外す時もそうですけど、その時は破損と、あと組み替えた後のジョイントの径がもしかしたら違えば緩くなったりする可能性があるという感じですね。それさえなければ、あ、まあ、気にならなければ、組み合わせても面白いと思います。で、一応ですね、SIC として出てるのが、ちょっと私持ってるのがね、魂コンボは持ってないので、一応、前回ご紹介したタトバ、今回ご紹介したガタキリ、あと、シャウタ、サゴーゾ、タジャドル、あと、ブラカワニ、プトティラ、あと、タジャドルのロストブレイズってやつ、それと、あと、スーパータトバ、だから全部で9個なんですけど、それを全通り組み合わせると、ものすごい数になったんですよね。千何百通りとかだったかな。なんかね、要は、頭がカマキリ、あ、じゃない、クワガタ、で、トラ、バッタ、頭がまたクワガタ、シャウタのやつ、サゴーゾのやつとかね、そんな風にね、全部組み替えていくとね、そんぐらいの通りだったんで、やりたい方はやってください。最初ね、やろうと思ったんですけどね、あまりの数でやめたんですよね。はい、一応そんな感じで、もしかしたらやるかもしれないですけどね。はい、一応今回はこんな感じで、ガタキリ版のコンボと、この、能力解放状態、こちらの方のご紹介をしました。次回以降もまだまだ続きます。はい、まあ、こんな感じですね。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。